昨日、熊の目撃情報があった札幌市南区の藻岩山で、今朝、熊のものとみられる足跡が見つかりました。こちらがうさぎ平の上のリフトの降り場で、そこから50メートルほどのところですけど、どうやらこれが熊の足跡のように見えるんですけどね、どうなんでしょうか。今日午前6時半ごろ、藻岩山の中腹付近で、登山中の HBC の記者が撮影した映像です。この映像について札幌市の担当者は、昨日目撃された熊の可能性があるとみています。札幌市によりますと、昨日この場所から200メートルから300メートル離れた登山道で、体長1メートルほどの熊の目撃情報がありました。札幌市は藻岩山一帯がもともと熊の生息域であることから、登山道を閉鎖せず、登山者に警戒を呼びかけています。